幕徳栄は、中華民国の政治家。はじめは、北京政府、法天派に属し、後に、国民政府に転じた。字は、龍鎮。満州族、幕徳高利氏。署名は龍縁。祖籍は、吉林将軍管轄区アロクソ閣副都等、管轄区総情報。1907年、天津北洋高等準警学堂に入学する。3年後に卒業して、 貧困巡慶局局長、総場県知事を歴任した。中華民国成立後の1913年、衆議院議員に当選する。1917年12月、吉林省幹産所所長となる。1922年、東三省保安司令部市議となり、さらに省立東北大学校長も務めた。1925年3月、妄造院副総裁に任命され、 5月には、農商部次長となる。翌年4月、張作林から、法典省省庁に任命された。1927年10月、反副内閣の農工総長に任命され、翌年6月の北京政府崩壊までその任にあった。国民政府成立後の1929年1月、東北政務委員会委員権中東鉄路、ただし弁に任じられた。翌年、 中蘇交渉において中国側出席全権代表を務めている。1938年以降、4期にわたって国民賛成会賛成員となる。1941年、川港建設規制会最小お弁事所主任に任じられた。1946年1月、中国政治協商会議に出席する。その後も、雪のり国民大会代表。 憲政ただし同委員会会長などを歴任した。国境内戦で中国国民党が敗北すると、クト徳クエも台湾に逃れた。1954年9月、公使委員長に就任し、1966年8月までその地位にあった。この他にも、引き続き国民大会代表となり、また、相当不姿勢、幸福大陸設計研究委員会、 副主任委員などを歴任している。1968年4月17日、台北市で死去。去年86。ありがとうございます。